予約した鈴木ですけれども、鈴木様ですね、はい、お待ちしておりました。ではカウンセリングルームにご案内いたします。こちらでお願いいただきまして誠にありがとうございます。まずこちらなんですけども、当店に初めてご来店された方皆様にご記入いただいております。まずこちらにお名前からご連絡方法までご記入お願いします。こちらのご連絡方法なんですけども、当店に通われるようになった場合のご連絡先になりますので、差し支えなければ携帯でお願いいたします。こちら2枚目が質問事項になります。1番がご病気に関しての質問になりまして、脱毛ができなくなってしまうようなご病気もありますので、もし該当されるようであれば必ずご申請をお願いいたします。こちら裏面にも質問が続いてありまして、12番が毛の処理についての質問になっております。で、今現在されてます自己処理方法の他に、例えば昔ワックスとかテープなども使われたことがある場合は必ずご申請をお願いします。すべての質問に添えがなければ、最後こちらにご署名をお願いいたします。ではまた書けました頃にお伺いいたしますので、ご記入よろしくお願いします。失礼します。がお肌に大丈夫かどうかっていう風で、お肌の状態を見させていただくためにタッチテストをしていきますので、はい、はい、ご案内いたしますね。はい、はい、テストをさせていただきますね。腕、はい、失礼いたします。はい、ではまず当てる部分をテープで引き出していただきますね。ゆきさん、今まだ日焼けなどはされてないんですか？大丈夫ですかね。ではまず見ていただいていいですか。はい、この部分でパッチテストさせていただきます。はい、はい、では先に毛をしっかりと剃りさせていただきます。痛かったら剃ってくださいね。消毒しますね。失礼いたします。まあ、続いてライトの熱からお肌を保護する冷却ジェルを塗っていきます。ちょっと冷たくなりますね。失礼いたします。痛み大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、こちらでパッチテスト終わります。はい、あ、じゃあでお取りしますね。今お肌違和感などはないですか？はい、大丈夫です。はい、痛み大丈夫でしたか？はい、はい、ではテープ取りますね。今回こちらの部分を当てたところなんですけども、はい、このまま何もしないで 2,3 週間経ってくると、この毛が少しずつこう伸びてきて、勝手にこうポロポロ抜け打ちを始めるんですね。はい、なので何もしない状態だと 2,3 週間ここだけ綺麗な状態ができますので、はい、すごく画像の効果を分かっていただけるかなと思います。はい、じゃあ抜けしますね。そのあとで質問申請をしていきます。それなんですけども、今熱を加えてお肌の中に熱がまだこもっている状態なので、ちょっと一度冷却しますね。はい、失礼します。これで体験が終了なんですけども、何かわからないこととか気になることとかありますか？大丈夫ですか？はい、わかりました。
このままお待ちくださいね。お疲れ様でした。当ててみてどうでしたか？意外と痛くなくて、はい、大丈夫です。大丈夫でしたか？お肌今違和感とか大丈夫ですか？大丈夫です。はい、わかりました。ではですね、次回なんですけど、はい、この8月の終わり頃で、はい、お肌の状態を確認させていただきたいので、はい、お時間15分くらいで大丈夫なんですけど、一度ご予約いただいてもよろしいですか？はい、はい、ではいつがよろしいでしょうか？8月の25日。25日で、はい、お時間何時がよろしいですか？今日と同じくらいで、はい、はい、かしこまりました。では8月25日の1時半からでご予約いただきますね。はい、はい、まあ、鈴木さんはまた次回もお待ちしておりますね。お疲れ様でした。ありがとうございました。